ウポアオー、皆さんこんばんは。今日はスプラで遊ぶのね。でも、普通の縄張りバトルで遊ぶわけじゃないんだぜ。左下に見慣れない文字が書かれてるわね。これはサーモンランといって金のイクラを集めるゲームなんだぜ。マリサ詳しいの？名前は知ってたけど、この撮影日の前日に初めてチュートリアルをやってみたんだぜ。この展開はヤバいやつだわ。何もヤバくないぜ。やることといったらいつものスプラトゥーンとほとんど同じだからな。ほぼ初見プレイでも大丈夫ということなのね。マリサ始まって早々ダウンしてるように見えるんだけど。私のやったチュートリアルではこんな敵さん出てこなかったぜ。じゃあ全く倒し方とか対策とかも知らないのね。代わりに説明しよう。シャケたちの戦車兵器。オクタリアンの兵器のタコ動画に似ている。グリル発信時にのみ出現する。倒すと金イクラをボコ出す。リアル鬼ごっこさん説明ありがとうなんだぜ。今回はリアル鬼ごっこさんと遊んでいるのね。リアル鬼ごっこさんに誘われてサーモンランで遊ぶことになったんだぜ。今の説明じゃ倒し方がわからないわよね。倒し方がわからない場合は敵の落とした金イクラをカゴに入れていけばチームに貢献できるから問題ないと思うぜ。なんだかわからないけど、マリサの行動がハイエナにしか見えないわよ。実はな、ハイエナが人の取った獲物を横取りするというのは誤解らしいぞ。それ聞いたことがあるわよ。どうやらハイエナは食料の6割以上を自分たちで狩りしているらしいんだ。じゃあこのマリサの状況にふさわしい呼び方は一体何なのかしら。頑張ってチームに貢献しようとしている初心者でいいんじゃないか。貢献も何も迷惑をかけているようにしか見えないんだけど。復活したばかりなのにもうダウンしてるじゃないの。リアル鬼ごっこさんも野良の兄貴たちもみんな優しいからすぐに復活させてもらえるんだぜ。考えが甘すぎるわね。このグリルとの対戦だけは多めに見てくれよな。グリルだけは仕方ないことにしてあげるわね。金いくらいっぱいだぜ。カゴの近くに待機していてよかったぜ。そんなことで金いくら獲得数1位を取ると大貧縮を買うわよ。残り時間が少なくなってきたな。これって全滅したらゲームオーバーなんでしょ？ここでやられることはないと思うぜ。よし、クリアしたぜ。クリアしたのにダウンしてる、さすがマリサね。よし、ここからやっと本気で戦えるぜ。見せてもらいましょ。マリサの本気とやらを。今回の武器はクアッドホッパーブラックだな。これはどういう武器なの？ローラー以外はあまり使わないからよくわかってないぜ。マリサに聞いたのが間違いだったわね。さっき調べたんだが、壁を塗っておくと金イクラを運ぶ時のショートカットになるらしいぞ。武器のことは調べなかったの？調べて記事を読んだだけじゃ意味がわからないんだよな。知らなくてもヘビを倒すことができたぜ。敵が少ない時は攻撃を受ける心配があまりないし、地面も移動しやすいようになってるから大丈夫なんだけど、敵が増えてくるとかなり難しくなるんだぜ。難しくなってからでもマリサが敵を倒すことができるのか見ものよね。この敵は鉄板といって背中が弱点なんだぜ。マリサは前から攻撃してたけどね。回り込んで倒してもらえばいいんだぜ。あれは肩パッドだな。箱が開いたらボムを投げ込めばいいだけなんだぜ。結構簡単に倒してるじゃないの。昨日始めたとはいえ、この試合までに4000くらい消化してるからな。壁に作ったショートカットが役に立ったわね。一応初心者攻略講座みたいな動画を見ておいてよかったぜ。ゲームには事前準備が必要よね。出た、あの敵苦手なんだよな。なんか爆弾みたいなのが飛んできたわよ。あの敵は爆弾っていう名前なんだ。それで、どの辺が苦手なの？飛んでくる爆弾が膨らんでる時に破壊しないといけないんだけど、使い慣れてない武器じゃ距離感がわからなくて爆弾を破壊することができないんだ。爆弾じゃなくてタワーにやられちゃったみたいね。タワーもあまり得意ではないぞ。どの辺か？遠くからレーザーで撃たれて大変なことになるからだぜ。今飛んできたのがタワーのレーザーね。あのレーザーの避け方が全くわからないんだよな。逃げればいいだけの話じゃないの？なぜかわからないけど逃げられないんだよな。カウントダウンが始まったぜ。回収した金イクラをカゴに入れたいんだけど、誰か助けてくれないかな？ノルマ達成してるからわざわざライバルを助けないでしょ。ありがとう野良の兄貴。マリサよく見なさい、ウェブに終わってるわよ。今のは意味のない復活だったのか。今度の武器はハイドラントか。ハイドラントは知ってるの？何回か使ったから知ってるぜ。どういう武器なの？とにかく扱いにくい武器だな。マリサにとって扱いやすい武器なんてあるの？いや、ないけど、このハイドラントは群を抜いて扱いにくいんだぜ。どういうところが扱いにくいか実際に見てもらおうじゃないか。すごい連射しているような気がするけど、これはボタン長押しで連射しているのではなくて、一定の時間ボタンを長押しして離すと連続してインクが飛び出る仕様なんだぜ。なんだか面倒な武器なのね。そうなんだ。常にボタンを長押しした状態で移動するのが正解なのか、敵との距離をある程度詰めてからチャージをすればいいのかわからないんだよな。でも、チャージの時間が短くなると連射の時間も短くなるんでしょ？
正解がわからないから私の好きにさせてもらおう。今のはチャージ時間が短すぎたんじゃないかしら。蛇にとどめを刺せなかったぜ。そこに囲まれた。こういう接近戦にはめっぽう弱そうね。敵に近づきすぎた場合の対処方法は後で調べることにするぜ。皆さんサーモンランを始める前には武器の勉強をお忘れなく。リアル鬼ごっこさんありがとう。壁を伝ってカゴに向かうぜ。カゴの周りに金いくらがいっぱいあるじゃないか。回収だ回収だ回収だったら回収だ。マリサ敵を倒すことを優先した方がいいんじゃないかしら。しっかりチャージして敵を倒すぜ。またザコの鮭にやられてる。油断してしまったな。人の手柄を横取りすることを考えるより自分がダウンしないような立ち回りを優先すべきね。じゃあちょっと避難するぜ。鉄板の弱点をつけそうだぜ。チャージが足りないぜ。マリサが食べられた？今のはモグラだぜ。モグラ？モグラは地面から襲ってくる厄介な敵なんだぜ。地面からも襲われるんじゃいろんなところを警戒する必要があるのね。サーモンランとは厳しいゲームなんだよ。最終ウェーブクリアしたぜー。気になるのはマリサの貢献度ね。全部の項目でリアル鬼ごっこさんに勝ちたいぜ。昨日始めたばかりなのに厚かましいやつだな。目標はいつも高くだぜ。最終ウェーブかなり余裕のある獲得数ね。そりゃあ私がいっぱい捕まえたからな。その自信たっぷりの成績表をみんなで見てみましょう。まあなんということでしょう。デスした回数がトップで敵を倒した数がビリ。でも金いくらは2位だったぜ。一番ダメなやつじゃないのよ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするとマリサと一緒にサーモンランで遊べるかもしれません。次回も見てね。もももー。